週に1回ぐらいは子供といつも利用してます。すごくここやっぱ子供がいっぱいいて、ママさんとかと交流もたくさんありますし、すごく子育てにとってはすごく助かっているところだと思います。ありがとうございます。もうこちらあのお手玉、毎月お手玉の会の方で子供たちにお手玉を教えてくださる方が、そうですね、結構またね、そうですね、みんな来てくれてですね、私の一押し、中央区のダイヤモンドに来ておりまして、児童更生施設アイクルに来ています。今日は、館長さんにインタビューします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。リニューアルオープンしたんですけれども、この中央児童会館というのは昭和45年から行った施設になります。ありましたね。でも道があるように、そうですね、でスタッフは何人ぐらいですか？スタッフは合わせて31名のスタッフで運営をしております。何歳から何歳までの子供が？0歳から18歳までのお子さんが利用できる施設になって、開館時間は9時から夜の9時までということになっております。夜の9時までですね、ということは大きい子で、高校生？そうです、高校生もやってくる。はい、そうです。雨だからなんか経営してる人もいれば、雨だからこそ来てる人もいたりとかっていうか。他の高校の人たちとも話が聞いてます。週に何回ぐらい来てますか？4回です。アイクルカフェがある。アイクルカフェがある。お腹空いてもアイクルカフェ。5階の方に子供プラザっていうのがありますので、そちらは小学校に入られるようなお子様が保護者の方と利用できるお部屋、それから一時預かりもしておりますので、実はお子様が利用していただくことと、あと児童館の方で子育て支援の授業というのを行っていまして、曜日を変えて年齢を分けても職員と一緒にたくさん遊んでいただいて、ご迷惑かけとか配属とかするようなことも行っていますので、いろんなプログラムも、そうですね、プログラムをしているので、もう曜日ごとに、そうですね、そうですね、火曜日から金曜日まで2歳以上のお子さんとか2歳以下の歩けるお子さん、歩けないお子さんというように曜日を変えてしてますので、たくさんのお子さんで楽しんでいただいてます。で家も近いので、近いツイッターだけだと思います。ありがとうございます。あ、分かりました。あ、